Do you know you?酪農だよ。アグちゃん、グリくん、取材よろしく。アグちゃん、グリくん、うちの牛舎へようこそ。わあ、牛さんたちいっぱいいますね。ここには今お乳を出してくれる牛さんが130頭くらいいます。牛さんは1日でも お乳を絞らないと乳房炎などの病気になってしまうから、毎日必ず絞らないといけないんだよ。うちではお乳絞りを自動で行う搾乳ロボットを導入して仕事の省力化を進めているんだよ。省力化のための技術も進化しているんですね。なるほど。近年は社会状況の変化や円安などの影響で酪農を取り巻く環境は厳しくなっています。輸入していた餌代が2倍近くに上がったり、燃料代なども高騰しているんです。これからは仕事のやり方を見直してコストを減らすとともに、私たち生産者も自ら酪農の魅力を発信して消費拡大ができるよう頑張っていきたいと思っています。では、今日のまとめだよ。牛さんの乳搾りは一日も欠かさず行っている。搾乳ロボットが省力化のために活躍してる。酪農の魅力を発信できる生産者を目指している。では、みんなで酪農の歌いってみよう。熊本が作っている心と体を育むマガジンハグのボリューム52が発行中だよ。 JA グループ熊本のホームページからも見られるよ。